au グロニクル担当プロデューサーオットさんよりゲームの紹介をしていただきます。それでは皆様大きな拍手をお迎えください。株式会社サクセスのプロデューサーエイプロニクルのプロデューサーをしているオットと申します。よろしくお願いします。この後ですね、それぞれの5つの国を代表する選手を紹介しておりますので、この後の歴史を待って皆さんお楽しみくださいませ。大手さん、ありがとうございました。さあ、それでは皆様ご注目ください。いよいよですね、このスティールヒーローズと au クロニクル、このコラボレーションのエキシビジョンマッチ、いろいろとですね、この5つの国のファイターが登場してきて、で、あらかじめですね、ゲームをされているユーザーの方々は、どの国の選手が勝つかというのを予想されているそうです。で、そのですね、例えば優勝した選手のチームを、予想していた方には、なんかポイントが、なんか、アイテムがもらえるんですよね、お父さん。どんなアイテム？はい、予想とではなくて、それぞれの国のですね、所属しているプレイヤーの方ですね、それぞれの優勝した国の、プレイヤーさんに相手が進展されると思います。はい、ということでゲームとですね、この現実の世界が、コラボしているこのですね、エキシビジョンマッチ、ぜひお楽しみください。それでは選手に入場していただきましょう。さあ、まず登場するのは敵の神聖王国代表クリス・ペリージリアリスト全体に位置する白き王国神と神に顔を対し手長き選手の次は今日はボールアームです。さあ、今日の勝利は全て神の者己の魂のおかげで戦います。続いてベルトリエ帝国代表アンドレアス・シトリガー、ウィアルト国王極寒地域に行くクロス帝国、北の盛況の上を星馬鹿にした鉄の騎士団よりメイス&シールドを手に高熱の騎士が今舞い降りた。そして続いてはイズレーン国代表ヤコブ・ブサキソーダーの手よりボールアームを携え誇り計算です。そして続いてはこちらオーラン共和王国代表レロワン・レッテン失礼しました、マッカ連邦王国代表ですね、レロワン・レッテン。ブリアスリート南方、青き砂と公園に覆われた過酷な大地、豊かな土地と国民の安全を手に戦闘波動を広げる赤の王が今、腹心の部下を送り込んできました。果たして今日の武器、メイス&シールド、その野望を達成することができるのか。そして最後がオーラム共和王国代表ジョシュア・ドリーブリアスリート中央に進む最後の国、と違う黄金の王を擁するこの国は、だが弱体化する王家と煮ても焼いても食えない最小の頭で揺れています。波乱の予感を含みつつ、過酷な選手は今日もメイス&シールドを振るうのみです。以上、この選手たちによって戦いが行われます。はい、
マッチ開始にあたり、今、大体の武器の、設置を行っております。この時間を利用しましてですね、このエキシビジョンマッチの、試合形式をご説明したいと思います。まずこの試合はですね、全部で3ラウンド行われます。まだ、中央に今メインマッチの、ゲームルーが書いてあるとは思います。今回は、5名のファイターによる多数用マッチ第1ラウンドで行います。剣を交えた状態から、スタートします。で、ここでただ一人勝ち残った、選手がまず第1ラウンドを勝ち抜け、続きまして第2ラウンドは残りました6名の選手たちによって、また、ラストマンスタンディング方式のメーデーを行います。残りました1名が最後第3ラウンドで最初に勝った選手との戦いを繰り広げる。そちらはポイントマッチ、先ほどご覧いただきましたデュエルゲームですね、ポイントマッチで行うということになっております。よろしいでしょうか。はい、ということでまずは5人でやって1名の勝ち抜き、そして続きは4人でやって1名の勝ち抜き、はい、そしてその勝ち抜いた2名が最後試合を行うということですね。はい、はい、はい、もうなんか今日の戦いだってしょうがないようですね、もじもじしてますので多分準備は大丈夫だと思います。ありました。では皆さん、スティーブ・ヒーローズ AU クロニクルエキシビジョンマッチ第1試合をスタートします。AU は歴史を作り、歴史は AU を刻む。それでは試合開始です。 All right, fighters, top fighters. This will make our lower air last man standing. Are you ready? Aye. Fight! さあ、始まりました。まずはこの5人の中から倒れたため、この2人にマッチ、はい、この場合は、皆さんどういう風にしますか。これはラストマンスタンディングですね。極めて分かりやすい。最後に立っている選手が勝利ということです。なるほど。これは、倒した方が勝つということですね。そうです。最後の神聖王国、そしてガルトリエ帝国、この2つが残った。はい。さあ、始まりました。リマッチです。どちらが倒せばいいんです。さあ、生き残るのは敵と神聖王国からバルトリエ帝国か、倒れた方がいいです。ユーザーの皆さんもお母さんを敵として見守っていますでしょう。さあ、クリアットクリアットのクリス・ベリーかアンドレアス・シトリアンか、先ほど勝ち抜いたアンドレアス選手、バルトリエ帝国の、ね、アンドレアス選手は、休んでいただきます。残った4人で続いては勝ち抜け選手です。クリスタイム、先ほど神聖王国の代表クリスタイム、ちょっとアーマーチェックをしておきます。アーマーチェックをしておきます。
残っている国はですね、イゼーン王国、そしてマッカレン王国、オーラム共和王国となっております。さあ、それでは国の誇りと、そしてユーザーの皆さんの期待を背負って戦うわけです。この選手の背中には多くの、数多くの世界中のユーザーの、そんなね、期待も背負っているわけです。はい、さあ、シーリーゴズと英雄クロニクルのエキシジョンマッチであります。この試合ですね、はい、投げて立つというものはどうしても組み合いがなかったり、レスリングというのはちょっと想像していただきたいんですけど、30キロ消費レスリングなわけですね、はい、相手も30キロ消費するわけですね、はい、体力の消耗が先ほどの程度よりもかなり激しいので、あ、でも大丈夫ですよ、はい、はい、さあ、ラストマンスタンディング、はい、ラウンド2であります。ここからまた1名が勝ち抜けとなります。ちょっとまあ、アーマーのチェックが入りますね。そうですね、はい、まあ、この後、メーメーになりますので、うん、はい、ここで余裕が壊れてしまったんですと、はい、高尾選手に出てくるわけです、はい、なので、入念にチェックをしておりますので、ございません、大丈夫そうです。中央に揃いました。さあ、ではスティールヒーローズ英雄クロニックルエキシジョンマッチラウンド2、英雄は歴史を作り、歴史は英雄を刻む、試合開始です。ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ。さあ、始まりました、ラウンド2、この4人の中で1名が勝ち抜けとなります。さあ、ちょっとね、復習しておきましょうか。はい、はい、勝ち抜いたのは、まず第1ラウンド、ファーストラウンドで勝ち抜いたのは、バルクニー帝国のアンドレアス・シトイガー、はい、そしてこの第2ラウンドを勝ち抜いたのは、イズレン国代表のヤコブ・ウサクということになりました。しばらくチェックをしております。今しばらくアーマーチェックをしております。さあ、ではちょっと近藤さん、今どうですか、実際にアーマーが終わっているとの、はい、そうですね、思ったよりあの激しい戦いで、まあそうですね、ヤコブ選手だいぶ元から夕方に人気がありまして、あ、そうなんですね、そうですね、やはり仮想若っちゅう外国人っていうのがかっこいいので、はいはい、あとアトリアスさんはあまりこう試合のデータが守りではなくて、はい、謎の含まれているとか、帝国っぽい、はい、やっぱり複雑から言われてましたね。この2人が残ったのはだいぶ興味深いですね。なるほど、はい、ミステリアスファイターのアトリアスさん、そして青い目をした侍かヤコブかというところでね、この後決勝戦が行われますので、あの両チーム所属の方などは全然、ぜひ、ね、応援していただければと思います。はい、現在ですね、アーマーチェック、ヤコブ選手の方が問題ないようですが、アンドレアス選手、アンドレアス選手、さあ、それでは